めっちゃ飛んでんのよ、そのインクボンバー。うわー、どうもチャップです。スプラトゥーン3やっていきましょう。ということで今回はスペゾーガン済みメガホンレーザー 5.1 チャンネルやっていきたいと思います。使っていく武器はゴニガロンでございます。さあ出勤してジムにナイス。さあ行きましょうか。これすごいよ、ほんま無限ミサイル、ミサイルじゃねえ無限レーザーなってるからね、ほんま 5.1 チャンネルちゃうわ、もうメガホンレーザー 100.0 チャンネルぐらいなってるか。これロックオンしてビームってするわけなんですよ。わすごいよ、本当にガンダムキルできてないこんな悲しいことはあるのかってか、やばいよ、ドリンクバーあるやん、ドリンクバー、ダイナモマッスル、うわ強ー、あれ三角、いや二角やな、今たまたまなんか3発当たったような、僕は錯覚に今落とし入れてた。大丈夫か、足場塗りますんで任せてください。そこおんねん、そこ分かってたよ分かってたのにシールドもちょっと早く投げてよかったですかね。ゆいはるおし、バンカラな若者に、エイムがおじいちゃんは若者にやられてもうたわ。つかあのドリンクバーほんま強いのよな、マサヒスーパードライみたいな、あれエグいよほんま、あのドリンクバー、あれあれ飲まれてる時の足が速さ、ほんと、いやインフィニティやからほんま打ち合い鬼のように強いのよ、みんな気をつけて。おーシールドありがとうシールド役立ちましたね。あ大丈夫、そこそこ大丈夫、ちょっとエグ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 すごいやん。じゃあ僕も打ち返せ、打たれたら打ち返せ、ビームなんなんこれ、でも誘導に使えそうですね今めちゃくちゃ M ザップの人に撃たれてましたよ。ムキムキの会社員ウルウルって、もうあれやのよ、モンハンのモンスターみたいになってんねん、ムキムキの会社員ウルウルみたいな、ムキムキ名前なんて異名が、もうわちょっと、もうおじいちゃんだ、ごめん味方ですよ、ちょっと やばいやばい、これやばいやばい、危ない危ない、後ろ絶対後ろやばいて、後ろやばいねんて。しかもあれやんか、お前覚醒してるやん、覚醒してるて、あの M ザップ覚醒してる。 N ザップが一番入ってきてるよ、ちょインクインクラ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 そのギアに手を出してるのえげつないですよ。 N ザップ強いて、 N ザップ F いて、そのスペシャルついてる時の N ザップが、 N ザップがほんまにやばいの、なんかもうバケモンみたいになってるからさ、すごいのよほんま。これゴニガロン強さ見てて、こう M おじいちゃんやけど、オッケー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 、ゴニガロンこれ作的に使うのがいいですね。見てください、ほら作的、あこれシールだよ、危ない、やばい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 シールだよ、僕もあの安物シールだったらあるんであのドームみたいな、やばいね、あオッケー、ダズ、あ強いですね、安定の二角でございます。これなんです、これあなんかおるわそこおるわ、ごめんかどうしよう、ダズルでも後ろもやばいんじゃん、え大丈夫ほんま、自分ナイス、いやわけわからんもう怖すぎんね、怖すぎんだよ全体的によ、味方ナイス、いいですね、でぬりぬりぬり、あ来てる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 、うわっとね、ちょ僕もしようか、この無限 5.2 100チャンネル、だからどっか行ってるやん僕の100チャンネル TV が、僕の100チャンネル TV がさ、どっか行っとんのよ、なんなの100チャンネル TV って意味わからんねん、あこれ勝てそうやな、しかもあこれぬりぬりぬり塗しとこうかな、敵があっち行ってんで僕はこうバレへんようにこっちをぬりぬりぬり塗すると、あ強いワイプアウト、はいオッパピー、まあこれが無限メガホンですよ、なんかいい名前ない、メガホンレーザー 5.1 チャンネル、なんか右になんかナルトみたいになるやん、何やラーメン塗り、渦巻きナルトラーメン塗りや、まあ、そんなんはええねんけど、メガホンレーザー 5.1 チャンネル 5.1 チャップとかいう名前にする、名前がダサいねん、いやさあ行きましょう、ガンダムメガホンとかでいいんじゃん、機動戦士メガホンとかでいいんじゃんあとなんか僕の後ろに、うわ全員なんかヤバそうなんかバリ強そうなチーム来たんじゃん、もうなんかバケツを選択してるのがね、まあおしゃれなんですよ敵にの人、ちょっと自分のやつにしとくわ、でも大丈夫から、こっちにはね後ろに6人の従順な部下おるから、この6人の部下の力見せていくから、そうバケツの高低差エグいから気をつけていこう、挟む人ガードしてくれてんな、これちょっと攻撃合わせていってあげたいな、よっしゃーオッケーグルグルって、これなるべくみんなこうやっていろいろ、ガンダムどうえな、なんかええ一人なんかサボってたな仕事思いっきり1個すごいサボってた、ああいい感じですね、ナイスナイスで、ぬりぬりぬりぬも強いからな、ガロンはな、しっかり濡らしていただいて、これバケツの高低差、これシールドがあんのよ、こっちにはこの神のシールドが、これが強えのよほんまにめっちゃ強い、なんか今食ワンダーして、え食ワンダーはオラワンダーか、これどうしたらいい、ロックオンロックオンロックオン、こんな感じでええんか、どうなんこれあなんかおるくない、大丈夫、下降りていった、そんなことはないパピーか、オッケー、ちょどうしようかな、僕のこの6人の部下、この6人の部下をどうやっていかにあのしもべとして扱うかがポイントやねん、強いよ
ゴーニーガロン、ほんま強いな。これ僕2の時のさ持ち武器やからさ、すごいさもうなんかもう安心感あるよな。実家に帰ってきたようなこの安心感、それでしっかりキル取って、ここ僕今回無限レーザーなんで無限レーザーを見せていくわけなんですよ。みんなしっかりロックオン、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 ロックオン。だって使い方絶対ちゃうやろこれ。僕ただ単にあーぶらぶら一瞬何かわからんねえよ、慣れてないから。ヒーローになりたい会社員、なんか膝なんじゃんじゃんゴンゴン、膝小僧さんみたいな人にやられた。膝小僧とはなんなんねん。あ、メガホン、この人どうやって使ってる、なんかそうやって使ってるの、どうやって使ってるの、ちょっとほんまどうやって使ってる。倒せた、アシステありがとう、感謝、絵になんか下がっとんな、下がってるけど待て、うおえシールドの前出たシールド前出てもうとんなよ。あんな悲しいことある。あ、これそこ塗って、あ、塗り塗りの、よう分かってるやん、見てはるやん、ナイスナイスナイス。ちょっと待って、でこれ我々やられてるからさ、敵がヒョールで、敵の化学力は、敵のゴリ押しパワーが来るかも。だから僕メガホンレーザーちょっと召喚してさ、あ、トリプルトレンド来たよ、トリプルジャップやん、やばい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 、これやばい、絶対攻めてくる、僕のことやりにくんねん。だから一回家帰んねん、これ確実に家帰らして危ないよう生きてましたね。でまたさ一発逆転狙っていこうぜ。勝ってたやんさっきまで、僕のメガホンレーザーがついに火を吹く時が来たかもしれん。めっちゃ飛んでんのよ、そのインクボンバー、うわチャージキープでバレてたやばい、押し込まれてる。あと20秒、これワンチャン最後じゃ、あのワイプアウトみたいなさ、オッパピアウトになったらさ、いやいける、未来あるよ、未来あるよ、もうこれ突るしかない、突るしかない、任せてくれ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 、とりあえず行くわ行くわ、もう行くしかないもんな、分かってる分かってる、やられてもいいから行くしかないねなんて日だガチャガチャなってるやん。目立ちたがり屋の赤ちゃん、いぶきちゃんですね。もう赤ちゃんなんよ、赤ちゃんは存在だけで目立つんよ、もうあんな可愛い生物、それが赤ちゃんやんっていうことなんや。残念もね、またジャップやね激しいね。でも僕もさ、このなんか異名軍団みたいな人に勝ちたかったもん。ほんで僕もここでこうやってくるくる回ってさ、ポージング取りたかったん。さあ最後マテガイ放水路でね、メガホンレーザー放水路していきましょうか。見てください、この輝かしいシャチホコのマーク、美しいやん、みんな美しいねさあ行きましょう。はい、出勤してました、ジムリナイス、行きましょう、行くぞ。この目ん玉ビーム、僕の後ろには6人のねバックがいるんで、この目ん玉ビーム確実に決めていきたいと思うわ。だから誘導したったらいいんじゃん、ほんと誘導してさ、目ん玉やん目ん玉やん言うて喜んでたらいいんじゃん。目ん玉ビーム行け、目ん玉ビーム、これでキル取りたい、キル取りたい、キル取れた、お取れた感動やこれでキル取れたことが感動やねん。でウルトラソードがやばそうやねん、あ、これいけるか、オッケー、ゴーニングアロン、これがゴーニーガロの力やね。待って、僕インクで溺れまくって、これ今攻められたらヤバタニアになるかも。大丈夫、降りそうやねんけど、めっちゃ怖っ。あ、うわ、ドリンクバー、ドリンクバーしなぎれたやん、あれめっちゃ強いから、あのドリンクバーほんま。ちょっと待って、急やばい、ルイージマンションしてるやん、めちゃくちゃルイージマンションやん、ちょっと怖いんやけど、その弓のその地味なさ、ポポポンっていうダメージが怖いね、ほんまに。これもう一回キルできるかもしれん、あの人に、めやぞ、これはいけるぞナイス、そしてナイス玉をさ、久しぶりに押したような気分になって、その感じ、いや待て待て、ドリンクバードリンクバー、テンタラタンタンタンみたいな、ドリンクバーの音したもん。これほんまに強い、これほんま復活も早なるし、なんかスペゲンみたいなのついてるし、スピード鬼のように速いし、これもうバグってんねん、これこんなスペシャルあかんやろこれはほんまに強い。あ、帰ろう帰ろう帰ろう、しかも効果が長いのよ、またこれがね、これすごい、これ強いのよ射抜かれたちゃんとやられたし、行きましょうね。ヒーローになりたいタコ、ムームさんにやられたやん。僕はヒーローになりたいタコ、ゲス野郎やねん、ゲス野郎になりたかった、そんな自分にナイスして、ちゃんと塗り塗り塗り塗して行きましょうか。あれですね、サブインク効率が積んでないからさ、お、来た来た、ドリンクバー、うまうま、もうドリンクバー飲んだ時やばいから、ドリンクバー飲んだ、ドリンクバー使った時やばいから、こっちはチャージャーの人が怖いからさ、あ、うわ、僕の、あ、ゴーストバスターズ、ああいう防御用に使ったらいいのかな、なんかいい感じに防御できてましたもんね。オッケー、強いよゴーニーガロンはこれがゴーニーガロン様の力でございます。シールドうまいこと使ってらっしゃいますね、それは怖いところですが、こっちにはスペゾーもあんねんから、無限メガホンやから、この6つのなんか目玉焼きみたいな、この3つのチャワ、3つの3つチャワ6つもガチャガチャやねんこの目玉焼きをいい感じにね使っていくわけなんですよ、これ確実に倒していくと。オーケー、グーグル、ほんでそこ女大丈夫か、大丈夫か、やろうや、後ろから、オーケー、ごめん、もう無理
お疲れ様でした。夜更かしの天才島根鳥さんやって、夜更かししとんねん、わかんねん、夜更かしや。僕は早起きの天才にしとくわ。なんか強そうやん、早起きの天才って。わからんけど。なんか強そうやん、早起きできる人大体強いでしょ。そんなもんやん、やっぱり人生。やばい、やられる、やられる。なんか攻めてきてる、敵が攻めてきとんねん。最後ぬりぬりぬりぬや、なんか来たの、こんなとこまで攻めてきてるやん。イケメンやん、イケメンチャージャーやぞ。そんなとこまで来れるチャージャーは。オッケー、押してるね。いいね、これが目玉焼きレーザー 5.1 チャンネルですよ。これがメガホンチャップチャンネル。めちゃくちゃやけど勝ててよかった。感謝エンジンでございます。いい感じですね。ちょっと使い方難しいけど、いい感じに誘導とか敵がガチャガチャって混戦してる時に使ったらいいと思います。スペシャルのタイミングを合わせろということで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。